今日は記念してというか、まあ僕ね、前々からやらなきゃいけないなと思ってた企画があるんですよ。皆さんこんにちは、井上雅宏です。3日ぐらい前に、まあ、この撮影の3日ぐらい前に仮面ライダーディケイドの新しい新フォーム仮面ライダーディケイド、ネオコンプリートディケイド21であってると思うんですけれども、それの SH フィギュアーツの真骨頂が、まあちょっとニュースになってると。19人のライダーカードを再現、 SH フィギュアーツ過去真骨頂製法仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム21参考出品、発売日価格未定ということで、まあ、画像がね載ってますけれども、これ多分生放送中の画像だったのかな。バンダイスピリッツは魂フューチャーズ2021オンラインスペシャル生配信において、フィギュア SH フィギュアーツ過去進行調整法の仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム21を参考出品した、発売日価格は未定。ね、あ、ちゃんとディエンドライバー持ってますね。ちょっと画質悪いですけれどもね。で、仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム21は仮面ライダージオーのスピンオフ作品、仮面ライダータイム、ライダータイム、仮面ライダージオー VS ディケイド7人のジオー、この間やったスピンオフ作品ですね、に登場した仮面ライダーディケイドの強化フォーム、強化フォームという活躍はね、活躍らしい活躍がないということでね、皆さんちょっとね思ってることがあると思うんですけれども、平成主役ライダー19人のカードが飾られているというインパクトの強いフォームだ。まあオブラートに包んでくれてますね。はい。あ、ただね、俺これね、今かなり心境が変わりました。最初ね、ものすごいオブラートに包まないとダサいと思ってたんですけれども、なんかものすごいかっこいいフォームなんじゃないかなっていう気がしてるんで、今かなりね、このネオコンプリートフォーム21、仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム21の印象はかなり変わってます。で、全身に加え、マントにもライダーカードが飾られ、その圧倒的な情報量をフィギュアで活かしている様が紹介された。マントの質感など、製品としてのクオリティに期待したくなるフィギュアだ。わーね、まあ今となればね、かっこいいとは思ってるので、まあ細部までこだわってほしいなというふうに思ってるので、すごくいいんじゃないかなと思います。もうこれね、最初見た時の、やっぱ初見の時に、これはちょっとデフォルメ、フィギュア化したりとか、なんかこう、製品化した時には、もうデフォルメした方がいいんじゃないかなとか、結構いろんなね、思考回路があったんですけれども、もうね、完璧に再現してください。これかっこいいんで。このね、フィギュア素晴らしいかもしれない。まあ、おそらくですよ、まあ、一応隠してたとは思うんですけれども、このね、ディケイドのコンプリートフォームとね、この上にね、こうつなぎ目みたいなのがあるんですよ。このカードとカード、コンプリートフォームのカードと、こうセイバーのカードかな、まあ、その間にちょっとこうね、つなぎ目みたいなのがあるんですけれども、それすらも再現してる。まあ、僕はいいなと思ったんですけど、これ皆さんがどれくらいね、これを受け入れられるようになったのか、それがね、ちょっと僕は分かってないんで、これが果たして本当に売れるかどうかすらも、ちょっと僕はね、ちょっと分かんないなっていう感じのところではあるんですけれども、まあでも、この間スピンオフ作品をやって、こうしてまた新しく、まあグッズとしてね、展開されるっていうのは、まあ僕もすごく嬉しいことではあるので、今日はそれを記念すべき、記念してというか、まあ僕ね、前々からやらなきゃいけないなと思ってた企画があるんですよ。バンダイさんの、まあ、公式チャンネルに出させていただいたときに、まあ、SH フィギュアーツのことを、まあ、初めて知って、で、そこで、まあ、かなりいろんな勉強はね、させていただいて、実際この放送に出て、ものを手に取って、素晴らしい技術だなっていうのは、もう、僕はもうすごくそこで勉強させていただいたんですけれども、帰りがけにね、こちら、仮面ライダーディケイドの、SH フィギュアーツのプラモデル。これね、もうずっとね、これ組み立てなきゃいけないのかなってずーっと思ってたんですけれども、なかなかね、このね、その一歩が出なかったんですよ。でも今日は、もうこれ多分待ってたら、どんどん、まあね、コンプリート21とかも出てきたら、もう絶対一生これをね、もう組み立てることがなくなっちゃうんで、もうせっかく、まあこのニュースが出てたので、もうこれ、今日は、ガチで、はい、組み立てていきたいなと思います。やっていきましょう。今回
僕が作るのはプラモデル、フィギュアライズスタンダード、仮面ライダーディケイド。いやー、ついにこれを作る時がやってきましたね。さ、早速開封していきます。いや、こんなにパーツがたくさんあるなんてね、思ってもみませんでした。僕この時絶望に打ちひしがれておりますね。ただですね、このパーツ色ごとに分かれていて、でこう番号が振ってあるんですよね。 ABCDE みたいな感じで振ってあって、まあ、どれがどのパーツなのかっていうのはすぐ分かりやすいようになってました。こんな感じです。全体像は多いですね、非常にパーツ数。この説明書を僕はね、初めてプラモデルを作るので説明書を見ながらやっていくんですけれども、最初のページ、どこかなというところでね、まずここ気になりました。必要なもの、ピンセット、ニッパー等々、これがないとプラモデル作れないのかという、ああピンセット、ニッパーついてないんだ、どうしよっかな、こんな時は。はい、ということで家にあったハサミ、こちらですね。はい、このハサミしかありませんでした。まあピンセットの代わりにこのニッパーを使おうかなという作戦ですね。でニッパーのこの奥の部分が、まあ、切れるようになっていたんですけれども、まあ、切れなくて仕方なくこのなんか謎の工具を使って、切っていきます。結構ねこれが意外と切れるんですよ。あ、でこれ結構切れんなと思ってね、まあ、調子に乗ってやってます。これちなみにあのレザークラフトを作った時に、まあ、皮を切るためのものであって、まあ、決してプラモデルを切るものではありません。でヤスリがけがね、まあ、すると綺麗になるというふうに、まあ、聞いたので、やってみたんですけれども、急に汚くなってる気がするな。残念な感じになってしまうんですよね。使えんなもん。はい、まあまあ首ですね。さあプラモデルを徐々に開封してって、でここでね一つ気づいたことがあるんですよ。もう手で引きちぎれる。でしかもその方が綺麗にいくっていうことに気づきました。またもこれもいらないですね。はい、この謎の工具いらないですね。で頭パーツからおそらくまあ作っていくんじゃないかなというふうにね、思いながら、まあ、説明書は見てるんで頭パーツからなんですけれども、このねディケイドすごいんですよ。このディケイドのね変身シーンってあったと思うんですけれども、この変身シーンをプラモデルを作っていく際に再現させてくれるんですよ。この頭にねカードが刺さるというギミックがあの CG 合成であったと思うんですけれども、それを実際にこうして楽しめるっていうところで、はい、こんな感じで作らせてもらいました。まあいらない道具はね、あの大輔くんに預けまして、もうね手で全て作れるんじゃないかなと思いました。細かい作業なんですけれども、まあ、こちらはですね首の部分、ボディーパーツの首の部分を作っていってますね。かなり関節が細かくありました。やはりね完成形からは見えないこの内部の機構っていうのがこだわりを感じるところでしたね。でこの辺からね僕ねフィギュアを初めて組み立ててるんですけれども、すごくね楽しくなってきたんですよね。なんというかこう設計されてる、まあ、きちんと設計してもちろんこのフィギュアをやってるんですけれども、それがねかなり緻密なんですよ。あ、こんなパチ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 綺麗にはまるんだっていう感動を覚えてます。で僕ねシール、この作業が一番苦痛でしたね。まあ、苦痛って言っちゃいけないんでしょうけども、この作業、この細かい作業で、まあこのね、なんとか貼ることができました。このシール作業はね、繊細なんでね、ここはさすがにピンセット欲しいなというふうにね、頭の中で考えております。で、ディケイドのね、まあ、モチーフでもあるこの十字のマーク、まあ、ただのデザインなのか、まあおそらく10周年の記念のライダーなんで、こう10という漢字から、まあ、このデザインは来てるんじゃないかなと僕も思うんですが、まあ、そのパーツをはめ込んでいきます。でここがねやっぱりねシール貼りがねちょっと雑だったんで、もうね、はい、マジックでごまかそう作戦ですね。はい、ここ結構ね意外とうまくいくんじゃないかなと思ってね、あのとっさにアドリブでやってみたんですけれども、これがね意外と良くて、あのもう他のところも調子乗ってねやってます。これやればクオリティ上がるんじゃないかな、初心者の僕でもシール貼りミスったのがね、あの分かんないんじゃないかなと思ってやらせていただきました。でボディーパーツさらに、進めていってますね。もうここまででね結構時間経ったんですよ。
ここまででも大体1時間ぐらいもかかったんじゃないかなっていうところですね。でこの上半身と腹筋の部分がこれがねセパレートになってることによってよりリアルのスーツに近い形になりましたね。はい、続いて右腕です。右腕これがね細かかったんですよ。細かくてね非常にボディ以上に苦戦しました。特にねこのシール、いやー今見てもね後悔の念が絶えない。よく見ててください。シールを貼ったんですよ。でね僕ね頭の中のディケイドの絵を想像しながらやってたんで、あーここシールあったよな、ここ黒だったよなっていうイメージでやってしまったんですよね。はい、まずこの表面貼ってって、でねこのね中側もね黒だったよなと思って、この中側のシールだと思ってね貼ってるんですよ。これ一生懸命貼ってます。ピンセット欲しいな、ピンセット欲しいなと思いながらも、なんとかなんとかこの内側のシール綺麗に貼れないかなと思って、せっかくだからねやっぱ綺麗に作りたいんで綺麗に貼れないかな、やっぱりマジック作戦っていうところで、ちょっと雑になっちゃったところはねもうマジックでもう全てリカバリーしてやろうかなという作戦ですね。はい、もうすぐこれで腕パーツができていきます。もうどっからどう見てもディケイトの腕ですよね。これすごいですよね。ちょっとシール貼りがね雑だったかなっていう感じの、まあ後悔はあるんですけれども、もう完璧だとこの時思ってます。この時は僕意気揚々に作ってますから。はい、ディケイトの右腕パーツ完成ですね。続いて左腕から右足、まあ、同じようにね左腕はまあ作りまして、で今度は足パーツの方を作りに行きました。この足パーツも、まあ、腕と同様ですね、腕が作れればまあ足も簡単かなっていうところですね。はい、問題のシール貼りだけ、いやーどうしよっかな、できるかなってちょっとビクビクしてるところです。ただ足パーツもこうやってパーツがねきちんと各色セパレートになってるんで、もうどっからどう見ても本当リアルな足だなって思いました。さて問題のシール貼り、もうね是が非でもうまくいきたいなと思ってもうかなりの調整してます。これはうまくいったんじゃないかなっていう、まあ、自己評価ですね。これで足パーツ完成かな、あれなんか逆についてるぞ、あれ間違えたかな、まあ、問題はありませんでしたね。はい、続いて腰パーツですね。腰パーツも、まあ、同様に作っていきます。腰パーツは、まあ、ベルト、ディケイドライバーがつくところなので、まあ、非常にメインとも言っても過言ではないんじゃないでしょうか。でね、この最初腰パーツ作ってるところでね、何が何だかさっぱり分かんなかったんですよ。これ本当に腰パーツ作ってるのかなっていうふうに僕は今ここで考えてます。どうやら股関節なんだとここで気づきますね。このね股関節もね、あこんな複雑で、あこうやってベルトつくんだと思いました。そしてこの小さいねパーツ、このパーツはね、はい皆さんお待ちかね、ディケイドライバーのこの真ん中の部分ですね。これがクリアパーツになっててきちんとね透けてるんですよ。このシールのクオリティの高さっていうのも、まあ、今回の醍醐味、見どころなんじゃないかなと思いました。で、この先端の部分の、まあ、表現っていうのはこのシールでやっていく感じですね。で、ディケイドライバーこれ装着しております。はい。この白いパーツ、これをはめればまあ完成形は見えてきますね。このあとはこの細かいディケイドライバーのボタンの部分、これをシールで貼り付ければディケイドライバーの完成です。はい、そしてこのカード、このカードがですねめっちゃ細かいんですよ。見てください、これもう本当に本物を縮小したかのようなカード、しかも材質も本当に縮小したかのような材質。今度はライドブッカーを作ってますね。ライドブッカーも、まあ、作っていきます。ベルトの、左側に装着ですね。こんな感じになりました。さあこの最終工程を終われば
全パーツ完成。あとは組み立てるだけ。もう心なしかね、手が動くのが早くなってますね。最後にこの頭を装着すれば、いよいよお披露目です。マスクドライダーディケイド完成です。どうですか、この左腕、左肩は置いといて、かなりね細かいですね。このベルトの中もカードが透けて見えるんですよ。はい、ということでこのライダーキックのポーズを撮ってみました。まあちょっとね、初めて僕プラモデルというものを組み立てたんですけれども、まあ、ちょっとね左肩のシールとかがうまくいかなかったりとかはしたんですけれども、まあ、このディケイドのフィギュアーツ、まあ、作り切ることができました。他にカスタムパーツとかはついてるんですけれども、これはこのディケイドをちょっとこの見てる方にプレゼントしようかなと思いますので、まあ、もしよかったらその方が遊んでいただければなと思います。じゃあこっちにサインを書いておこうかな。左からごめんね。よし。これでいいかな。はい。ということでこちら仮面ライダーディケイドのフィギュアーツ1名様にプレゼントということで、皆さんもよかったら作ってみてください。またネオコンプリートディケイド21、発売を楽しみにしております。それでは。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会員にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。